今日ちょっと俺の一日にとってるところなんですけど、ああそうそう、どうしたんですか、ケンさん。ありがとうございます。あんま時間ないでしょ。あ、はい。杖いる？それ、いらないでしょ、杖。いるの？ちょっと、しびれたりするといい。たまにね、はい、ああ。相談、何があったの？ラインに書いてある通り。まあ、もう書いてある通り。何ですか？一番ないの。まあ、見なくてもいいです。なんかでも、いろいろ悩ますね。うん、まず、病気がちょっと悪化してて、可能性があると。可能性がある、うん。仕事のストレス何？仕事のストレスっていうのは、居酒屋と工場。長時間勤務で結構ミスが多いとか。結構最近ミスが多くて。それってなんか、そういう複合的に重なってるからかもしれないね。はい。特に居酒屋がすごい最近、うん、人が多い。すごい怒られるんですよ、ちょっとしたミスでも。ああ、ちょっとじゃないんじゃない、そのミスが。あなたはちょっと。と思ってるかもしれないけど、どういうミス？ドリンクの作り間違い。あ、それは怒られるな。ジンジャーハイなのにジンジャーエール持ってって言ってしまった。ま、うん、まあまだジンジャーエールを頼んでジンジャーハイ持ってったらまあやばいけどね。そのミスが起きる原因がその多分これなんじゃない？そのコークハイなのにコーラ持ってっちゃった。なるほど。仕事、病気、YouTube、家庭のストレス。はい。あなたは何がしたいんだろうか。医学部目指したいんです。いや、なんかね、それは思いであって行動なんですよ、人って。あと僕、YouTube のストレスって書いてあるのがおかしいなと思ってて、もうやめたらええやん、YouTube。いや、その、ストレスになるぐらいだったらやらない方がいいと思うんで、その数ヶ月間、まあ、ちょっとまあ、やめて、その間に自分をすごくその、改革させて、はい、すごくいい状態になったらまたもう一回再開するとかの方がいいと思うけど、誰かで。仕事を今日朝工場行って今帰ってきて今からまた、ね、居酒屋のバイト行くでしょ。はい。結構長時間労働だよね。長時間労働。え、10時から今日？9時から？11時から？あ、9時からです。9時から？あ、違う、あ、今日か、今日は12時からです。今日12時からです。はい、うん、で、今18時ぐらいからまあ6時間ぐらいだよね。はい。また19時から23時？はい。まあ10時間ぐらいか。はい。まあ要は働いてはいるけど、でも世の中に5万人いるからさ、その働いてるって、はい、ただ今仕事は頑張ってるけど、はい、ただ仕事頑張ってるのは素晴らしいことだけども、それでそのやっぱ勉強をしっかりやって成長していく姿を見せれないのであれば、多分今 YouTube 出すだけ結構批判が来るだけで、それがストレスになったりなんか意味がないかなって思ったんですよ。だからそのストレスになるぐらい、まあ、一つ一つこうストレスをね軽減させていかなきゃいけないと思うけど、結構 YouTube のストレス大きいと僕も思ってて、結構その、はい、てんちゃんのチャンネルで出した動画に対してこっちになんか結構来るんですよ。なんかその店の文句を言ってる動画まだ消しアップしてますとか、店の文句、うん、なんか店の文句を言ってるバイト先かな、分からんけど工場か分からないけど、はい、でもまあなんかいたじゃん、文句とかレストランとか、はい、そういうのね吐かない方がいいよ。ああ、ネガティブなことを吐いて、はい、全部返ってくるから自分に。ポジティブなことを入っても帰ってくるから、ポジティブなこと言った方がいいじゃん。あ、じゃあポジティブやな。うん、てかもうそもそもやんない方がいいと思うけど、今しばらくそんな、はい、こんな、なんて書いてあったこれ、あんまり言えないけど、簡単に、なんとかだろうという、なんだろう、まあ言わなくていいけど、こんなことはダメですよ、はい、思うぐらい。まあまず、ストレスになったら、まあ、YouTube やめてしまえって感じね、まず。はい。と思う。今みたいになんかダラダラやったっても、その視聴者のフォロワーが自利品していくだけだと思うよ。もっと本気で医学部行きたいとか、ああいうに行っちゃいけないと僕は思います。行動伴ってないから、仕事は頑張ってる、それは素晴らしいけど、でもその世の中の人みんな仕事頑張ってるし、はい、その社会的に生きていける素養はあるわけだから、勉強が得意か仕事が得意かとかね、まあ仕事の中でもその思考力を使う仕事なのか、コミュニケーション力を使う仕事なのか、まあいろいろあると思うけど、はい、まあ、ある程度頭もあるし、コミュニケーションも取れるから、普通に仕事はできるわけじゃん。はい、だ勉強ができてないじゃん。理解力もまだ足りないと思うんだよね。量も足りないと思うし。はい、仕事と勉強を両立させていくために、なんか余計なことやめた方がいいんじゃないかなと思って。てんちゃんの YouTube でなんか変な
そのなんか相手をディスったりとか自分が正義と思ってても一時それ言わなくていいかなと思う、うん、まあ、結局全部返ってくるからね。結局相手が態度が悪いっていう対応されてするやん、それを引き寄せてるのは自分だからね、自分が磁石なんだから。だと同じ人間でも例えば天ちゃんにはひどいことするかもしれんけど俺にはしない人いるわけよ、うん、俺はその人のそのプラスの部分を引き寄せてるからそうなってるし、天ちゃんはその人のマイナスの部分を引き寄せるからそういうふうになってるから、まあ、自分が変われば相手も変えられるし、はい、まあ、変わらない相手だとしてもその人は消えていくし、でまた新しい人入ってくるし、はい、余計なことすんなよっていう、やることを決めるんじゃなくてやらないことを決めることなんだよね、うん、こんな追い込まれた LINE 送ってくるような状態やったらストレスの一つの YouTube やめた方がいいと思うけど、はい、ある程度そのちょっと冬眠じゃないけど、まあ、これから夏が始まるところで藤川それは冬眠して冬に復活するみたいな、うん、バリバリ勉強して過ごす、まあでももしとかね受けた方がいいと思うけど、はい、なんかちょっと YouTube が間違った方向に行ってるから、休止、うん、っていうかもう一旦やめてもいいと思うけどね、うんうん、まあ、休止でもいいと思うけど、今みたいになんかダラダラわけわからんのやってもしゃあないっていうか、あくまでもあなたが本気で頑張って成長していくプロセスを見せなければやる意味ないと思ってて、はい、どう、うん、はい、はいじゃなくて自分の言葉で言いなよ、それは違うんです、 YouTube は僕の金稼ぎなんで絶対やりませんとか何でも言ったらいい、メンバーシップはちょっとやめた方がいいと思うんだよね、うん、そのお金もらって何かそれに返さないといけないから、はい、その責任重いと思うんで、そういうのもストレスになってくると思うけど、余計なことしすぎですね、うん、どうすんの YouTube とりあえず、もうやめたくはないんですよね、やめたくないんだね、はい、うん、でもダラダラと今やってもしゃあないから、はい、ちょっと立て直すためにもちょっと休止した方がいいんじゃない、少し、はい、まあ、そういう動画撮ったらいいんじゃない、自分で休止します。仕事のストレスっていうのは工場とバイトどっちもあるけど、バイトの方、あの工場の方はどうなの？工場特にない、淡々とやってる、まあ、淡々とやってます。迷惑なじゃないけど、この前話したおばさんがいる日は、うん、おつばね、うん、はい、ちょっときついですけど、鍛えられてこい、おばちゃんに鍛えられてこいよ、はい、いいね、ちょっとぐらいストレスかかった方が、そういうおばちゃんに認められるのが頑張ったらいいじゃん、好きな子のためにも今日いなかったんですよね、ああ、それでへこんでるのか、おい工場の方はまあとりあえずそういう感じで、はい、うん、いいと思うけど、なんか僕が思うのはね、その YouTube のストレスがきっかけでいろんなところに悪い方向に仕事とか勉強に派生してる気がする、はい、やっぱりそのコメントが来るとかっていうのは結構その、まあ、視聴者が見るっていうのは目に見えない波動を君めっちゃ受けてるわけよ、結構好意的なコメントだったら自分のエネルギーになるし、批判的なコメントが飛んでくると天ちゃんのエネルギーが奪われちゃうから、それをわざわざ受けに行ってる感じなんだよ、せっかく森田さんの動画で現実を見てみた動画の時は初めて評価コメントの方が多かったんだけど、その流れをちゃんとしっかり受け止めていかないと、まあ、監視知らなかったのはちょっと衝撃だったけど、知ってると思ってます、いやいや知ってると思って、いやいや答えじゃなかったんじゃん、まあ、僕も監視は一つの形容詞の一緒と僕は認識していることもあるから、まあ別にそこまで重大視してないけど、まあでも結構予告の座とかは大事だからね、はい、リーディングで先に座って言ってそのって言ってそのってどのっていうふうに後から説明するっていうパターンがあったりするのもあるし、あがね単数形だっていうことからそこをひもどいて文法を解釈していくこともあるし重要ですよ、まだ勉強の知識が足らないんで、ザータス形容詞で何々の人々になるとかしてザカインド優しい人々とか、そういう知識とかが増えてくると関心に関してもより深くです、ただあとザの違いだけじゃなくてそこにね関連する複合的な知識が見えてくるとより勉強自体も楽しくなってくるけど、まあその域に行ってないと思うからそこに集中した方がいいと思うんだよね。居酒屋の方はなんか急に怒られ始めたな、なんか、はい、店長から、はい、あれじゃない、あの君評価高かったじゃん、あの内部調査のスパイの人も本部からのスパイでしょ、はい、だからあれじゃない、単純にお前をもっと育ててあげようと思って厳しくなってんちゃうの、あそれできない人やったら別に言わへんからね、その圧力で、その店長もともと評価してくれてたでしょ、はい、評価してくれてました、だからもうそんなさ攻撃と受け取る君のマインドの方がおかしいです、 そうですありがたいと思わないと、はい、うん、なんで間違えた、ジンジャーハイとコーラハイの俺が持ってけばこのジンジャーエールはハイになると思った
俺がアルコール吹き込んであげるぜみたいな感じ。ドリンクが通ったら、うん、ジンジャーハイとかジンジャーって言うんですけど、ちょっと言ってみて、今倍だと思って。じゃあ僕はお客さん、はい、あ、ジンジャーハイ一つください。あ、ジンジャーハイ一つですね、かしこまりました。もっと声出せよ、もっと出してたじゃん。あ、ジンジャーハイ一つ、ジンジャーハイ一つで、かぶせるな。もう一回いきますよ。あ、じゃあジンジャーハイ一つください。ジンジャーハイは一つで、はいはい、かしこまりました、ジンジャーハイ一つです。それで覚えるんじゃない、ジンジャーハイって。はい、でもジンジャーじゃん。僕が、うん、聞く側じゃなくて、あ、誰かが、誰かが聞いて、うん、僕が作る側だったんで、作る場所にいて、うん、で、なんかジンジャーハイ、ジンジャーエールとかって言うんですよ、うん、でそれを聞き間違え、なんで聞き間違えたの。リスニングの勉強足らないじゃん。ジンジャー、ジンジャーハイ、ジンジャー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 、そう、確認したの。なんか多分こうだろうと思ってそのまま流したんちゃう。あ、聞いた方がいいもん、そういう時は。あ、すいません、ジンジャーハイですか、ジンジャーエールですかって、ごめんなさい、聞こえなくて言って、はい、ちょっと僕今耳クソ溜まってるんで聞こえないんです。あくまでも自分に原因があるって言った方がいいよ。相手の声が小さいとかっていうふうにじゃなくてね、はい、うん、それ確認してる。確認はしてない。何が君にその相手にその確認をさせなかったの。忙しかった。あ、忙しかったです、その日は。満席で。テンパった。はい。テンちゃんだけに、テンパった。はい。でも結局ミスると、もう一回作り直しでしょ？はい。倍の時間かかって余計忙しくなるから、その確認するとこ大事で、はい、あなたね、勉強もそうよ。やっぱね、より正確に自分が認識できるか、理解できてるかってことをちゃんと確認しないといけないね。だから仕事の場所でそれを今経験できたわけじゃん。確認するってちゃんと。はい、正しく理解できてるかって、それが勉強の姿勢にも生かしていけるわけだから、一字が万字全部つながってんだよ。仕事を通じて勉強のスキルも上がっていけるし、勉強のスキルで仕事のスキルも上がることもあるし、そういうのを意識してやってるかやってないかだよね。やってないでしょ。ただなんかバイトを稼ぐだけでいいやと思ってない。あ、ちょっと思ってます。ほら、そういうとこやぞ。真心を込めてやってるじゃん。だからそこをちゃんともう一個ステージ上げて、意識をね、その仕事と、ね、勉強って一緒なんですよ、学ぶっていうことにおいては。はい、仕事のミスが起きるってことは勉強でも同じミスが起きてるはずだから、じゃあちゃんと確認する、本当に正しく理解してるんだろうかって、やることがたくさんあった時にこそちゃんとそれをやる方がいい。はい、でよく言われるのは、仕事においても勉強にも大事な2つの指標、なんか知ってる？2つの指標、うん、まあちょっと難しいかもしれない、言うとね、スピードと正確性っていうのが大事なんですよ。でもこれね、考えてほしい。丁寧にやればやるほど正確性は上がる。でもスピードがスポイルされるから。でも勉強も仕事もスピードも求められるし、正確性も求められるわけよ。で、じゃあ正確性を重視すべきか、なんかスピードを重視すべきなのか、どっちを重視したらいいと思う？要はさ、正確にやろうと思えばゆっくりやるけど、それスピードが遅くなるじゃん。はい、スピードだけ意識するとさ、ね、結局ボロが出て、正確性がなくてやり直しになるじゃん。で、正確性とスピードってこう相反する2つの概念に近いものなんですよ。どっちも求めることは難しい、ね、二等もの一等絵図ってあるでしょ。はい、なんで見たこっち、え、わかんない、なんか来た、あれ、例が来た。いや、見えない、なんか夕日綺麗だなみたいな。心の余裕があるの。え、結局僕の持論はね、はい、スピードを意識した方がいい、ね、結局スピードってことにフォーカスすると正確性も備わってくるんですよ。つまり速すぎてもいけないし、遅すぎてもいけないし、程よいスピードを求めていくっていうのがやっぱ大事になってくるんですよ。 で、はい、でもスピード、例えば10分間でこれをやる、5分間でこれをやる、30秒でこれをやるって決めて、そこの秒数にフォーカスする意識を、そしたらな、もしミスったらさ、やり直して余計倍のスピードかかるでしょ。だから失敗しないようにある程度丁寧性も担保しながらスピードを意識することで物事をうまく収まっていく。みんな正確性が大事っていうの、違うよ、スピードだよ、意識すべきは。10分間で600歩やるっていう単語のね、あれもそれもスピードだから、うん、スピードなんです。そう、それで正確性、つまり覚えるっていう記憶率9割まで持っていくってことじゃない、100% は無理にしてもね、正確性は。スピードを意識したら9割の正確性が生まれます。9割超えたらいいんじゃない、正確性で、うん、正確性で9割、うん、大丈夫？あ、大丈夫。足痛い？
今日ちょっとしびれがすごい、うん、そのメンタルが来てる。もう多分俺の話とかもなるよ明日また京大行くんでしょ。明日また京大医学部に入学するんでしょ京大の先生が結構、うん、あんま好きじゃなくて。どういうところが？なんか、威張ってるじゃないけど、うん、もう冷たい対応、うん、あのな、もう相手が冷たかろうが何だろうが関係ないって性格がいい。じゃあ質問していい？はい。そういうところがね、どうでもいいところに意識がいってるんだよ。感謝の気持ちは忘れてるんだよ、あなたね。はい。あの、例えばじゃあ質問です。ね。すんごい優しいヤブ医者と、すっごい冷たいけど的確な、ね、メイン、どっちがいい？あ、的確、冷たくて的確なメイン。いや、だからな、冷たいけど、ちゃんと治してくるお医者さんが、めっちゃ優しいけど適当なヤブ医者、どっちがいい？あ、最初のヤブ医者じゃない方の。うん、すごい冷たいけど的確な医者、うん、メインでしょ、はい、それがその先生なんだからさ、その嫌やったらやぶしていけよ。あと治してもらえることとかさ、はい、処置してもらえることに対する感謝が足らないんだよ。あ、そこをやってくれるってことに意識して、その目の前の態度が、ね、冷たいとかさ、もうこれもよくあることよ。あのすごいムカつくことばっかり言ってくる人がいましたと、ね、許せないぐらいいっぱい文句言ってきますと、はい、でもその人がを許す方法って一つあって、どうするかというと、その人がいたことで自分にとってメリットがあったこと何かあったのかなって考える。その先生はちょっと厳しいかもしれないけども、でも結果的に前回すごい体調良くなったじゃないですか、はい、処置もしてくれたでしょ、はい、そういう結果を見たらどう？あ、許せない、はい、どころか感謝できない？めっちゃ感謝できる。そういうことなのね。ね、結果を見るんですよ。うん、はい。ね、あとなんだっけ、仕事のステスはじゃあまあ大丈夫だよね。その店長さんの心意気やからさ、はい、うん、それに応えないと。で、勉強にもつながるんだからさ、医学部行きたいんでしょ？行きたいです。で、目の前の居酒屋の仕事をちゃんとやれなかったら医学部なんか難しいよって言って、うん、ちゃんと反復して確認する、反復して確認する。そう、だからじゃあ本当にそれ正しく理解できるかって、常に自分を疑ってかかった方がいい。もう店長は自分に甘いからあ、多分これ理解してるかな、じゃあ次行こうって違うと、まあ本当に俺理解してるお前、小牧さんのこら、藤川さらって自分で言うんだよ。分かる。職場だったら聞けばいいし、あ、すいません、ジンジャーハイボールですか、ジンジャーエールですか、あ、ジンジャーハイボール、あ、分かりましたっていうね。はい、はい、OK。 で、あとは家庭のストレス、お母さん、これは母です。うん、もう母は大事や。動画をやっぱ見るんで、うん、だからもうやめた方がいいね、変な中途半端な動画は。はい、いい動画だったらいいと思うけど。なんか言ってた？僕はそうじゃないっていうのは分かってるんですけど、あの母、あ、うん、森田先生、うん、母が、うん、森田先生はもう僕をなんか使って金を稼いでるだけだからみたいな、うんうん、違うけどね、はい、そこはあなたの説明しないといけないんじゃないですか。僕もそこをちゃんと説明してるんですけど、ごめん申し訳ないけど、お母さんのその言葉っていうのは実はあなたの心の投影だから、そういう気持ちを持ってなければそういう言葉を受け取らないんだよ。だから、うん、テニちゃんも実はそういうふうに見てる部分もあるんじゃないの？いや、思ってない。思ってなかったらそういう言葉を相手から引き出さないから、人って。え？そうだよ、人って金型だから、自分の心の中身を相手が言ってくれるだけだから。そうなんですか？そうですよ。でも僕そんな、うん、それはそのてんちゃんの健在意識と潜在意識ってあって、はい、健在意識ではそう思ってない。でも健在意識の自分で認識できてる意識、それは数パーセント、実はてんちゃんは自分でコントロールできない無意識が90何パーセントあるんです。それみんなそうやね、うん、それを無意識って言ったりするよね、はい、無意識にそういう要は思いがあるから、でもそれは自分でコントロールできないんだよ。潜在意識ではそういう気持ちは持ってないんでしょうね、もちろん、はい、うん、でも潜在意識にはあるんです。だからそれを言ってくれてるわけ。だからどうすべきかって言ったら、はい、また先生が今まで自分にしてくれてくれたこと、天ちゃんしてくれてたことを思い出して、はい、あれもやってくれた、これもやってくれた、それもやってくれた、感謝だなっていう気持ちをしっかりもう一回掘り起こしていけば、無意識の方も多分それが発揮効果があって、ちゃんと心からもっと感謝できると思います、うんうん、はい、そしたらそういうこと言ってこなくなると思うけど、うん、だってあなたは逆にさ、お母さん僕のことなんか言ってた？いや、言わないでしょ？言ってないです、うん、だからまあ多分誤解があるわけです、そこはね、お母さんの中でもね、はい、
店長も誤解してるかもしれない。だってさ、X のフォロー外したんだよ、普通に。あ、間違って外しちゃったらなかなかないから。店長の無意識っていうのは怖いね。無意識っていうのは自分でコントロールできない、本当の自分が悪いね。人はそっちの無意識の方が脳みその割合として、まあ、脳みそに 100% とするやんか、はい、意識、まあ、顕在意識が 3% ぐらいで無意識 97% ぐらいだから 97%? そうだよ。だからいつ何時人は殺人者になるかもしれない。わからないよね、本当の自分がわからん、はい、まあちょっとそれは怖い話だからちょっとあれだけど、まあでも今一度てんちゃん自身がお母さんがどうのこうのじゃなくて、はい、森田先生にしてもらったことの大きさを改めてもう一回思い返して感謝する気持ちがちゃんと持てたら、母親もそのこと言わなくなってくると思う、うん、そういうふうに思えたらそこから発せられる天地の言葉が、あ、森田先生に感謝してんだな、この子っていうのはお母さんが素晴らしいからさ、はい、うん、森田先生も誤解されやすいからね、コミュ障って自分で言ってましたよ。コミュ障なんですか？いや、自分でおっしゃってましたよ。僕もコミュ障とは別に思わないけど、ただ受験プロジェクトのメンバーみんな森田さん怖いって言ってたから。じゃあ、まあだいぶ顔の表情か明るくなってたから、まあ、YouTube はちょっと休止して様子見てもいいんじゃない、はい、で一個一個ね立て直していこう、ね、おつぼねさんはね、はい、自分を鍛えてくれるお姉さんで、店長は、ね、勉強のやり方まで教えてくれる素晴らしい、ね、リーダーで、はい、お母さんに対しては、ね、あの森田先生に対するちゃんと感謝の気持ちを改めて君が持つことで多分解決していくと思うし、はい、だから勉強だよね、はい、あ、その全てつながってるからね、起きる出来事って。居酒屋のミスっていうのは勉強のミスともつながってるし、だからそこはまた相談してもらったらアドバイスをするから。はい、ありがとうございます。頑張れそう？あ、頑張ります。ちょっとね、あの緊急で動画回してるんですけど、最後に言うて、え、頑張れないですか？ケンちゃんがちょっと悩んでるっていうことで、これ出すかはね、ケンちゃん聞こうと思っていますけど、はい、うん、まあでもいいんじゃないですか、こういうリアルになって藤川ケンちゃん頑張って生きてますっていう、はい、はい、まあとりあえずどう、メンタル的に大丈夫そう、いけそう、まだ厳しい、だいぶ良くなった、だいぶさっきは良くなりました。ボキッつってやり返して、もっと早い、もっとガン、お、いいね。じゃあまた頑張りましょうか。はい、てんちゃんの LINE グループ作ります。もし一緒に勉強したいという人いたら概要欄の LINE から登録してください。